教えて教頭先生。なぜスライスしちゃうかっていうところはちょっと教えてください。はい、わかりました、まずほとんどの方が今はもうボディーターンと言われるものなんですけど、ボディーターンをしようとするとほとんどの方がもう必ずこうなります。もっとひどくなるとこうなります。なんでそうなるんですか。このクラブがここで当たってこなければいけないものを自分が先に言ったらもうもうこの段階では何ももうできないので、はい、まあ、ここから振ったらもうスライスしかないし、まあ、フィニッシュもこうなりますし、バランスも悪い状態になるし、まあ、とにかく球を捕まえることができない、ボールを捕まえて、コントロールすることができないというのが原因になっているかと思います。じゃあどういうことが必要になっていくんですか。とにかく特に長いドライバーというのは遠心力がかかってくるので、開けば開くとどんどん遠くを通ってどっか行っちゃうんです。なのでこの遠心力が絶対かかるので、このフェース面を構えたこのラインに戻すというこの作業をしなければいけないのに、体が開いちゃったらフェースをコントロールもできてないし当たらない、まあ、チョロでも何でもでも。アマチュアはもっとこう腕を意識して使った方がいいっていう。そうなんです。で、腕を使ってくださいって言うと、まあ、ほとんどの方が、あ、手を振るんだ、クラブを振るんだを勘違いして手でこう褒めるんです。これが捕まえると思う。じゃなくて捕まえるっていうのはこのフェースを最初に構えたラインに戻さなきゃいけないので、手で返したらこれだけ動いちゃうので戻ってはいないんです。でももちろん体も回るので遠心力ももちろんかかってくるので、この腕全体を使って捕まえる、その手じゃなくて腕全体で捕まえる。もう腕を全体に使ってこの面をここで入れ替え、そうじゃなくて入れ替え、ほんとここくっつくんじゃないか、フォローで、あ、なるほど、こうじゃない、たくここから手で打とうとすると、これがよくないそれはどこだけ動かしてる。もうこの手首から先、もう指も含めて全部ここで全部してます。はい、これが私が思う、これが手打ちだと思う。でも腕全体を使って捕まえるってなるか、こういう武器になって、もちろん体も使えてますし、この腕もよく使えてるので、でなおかつこのフェースのコントロールもできてるので、よりその当たってる時間も長いですし、ボールのコントロールもできてるので曲がり幅も少ないな。こうやって上げてたら腕全体で包み込む。具体的にどうやって肘を動かせばいいか。いい手打ちの方、はい、いい手打ちの方だと、もう本当にこの肩のこの辺から使うぐらいのイメージで、ボロッツンボロッツンボロッツン。悪いのはこう、手首でこう、はい、極端に言ったらこう、はい、さっき腕のこの面が大事って言ってたの。腕の、はい、この面が悪い手打ちすると大体こうひねるんで、絶対ここでこうくっつく動きにはならないんですよ。右が全部出てきちゃう、はい、
くなくて、右と左のここをつくつくようなイメージで振ると右肩もこう出てこないし、左肩が抜けることもないので、こことここをくっついて打ってるぐらいのイメージですよ。これがあのスライスの防止にもなりますし、手の、はい、いい手打ちだと。早いのだとここで手を返す、はい、手を返し、はい、手だけ、この声だけ、これだけいい動き、ちょうどこうくっつくぐらいで、で、つむぐらい、手だけやっちゃうとこうした瞬間に開いてきちゃうし、こっちも上がるので、はい、じゃなくて、いい手打ちだとこうで点でくっついて回すイメージだと、より平らに回ってよりクラブも上手に使えると。あの今サッカーボール持ってますけど、それ何に使うんですかね。あの本当にもうちょっと重いボールの方がいいんですけど、はい、あのちょっとイメージでいきますね、はい、これは素振りとか、まあ、ドリルというか、はい、まあ、練習で、はい、まあ、家にあるなんか丸いもので、はい、できるので、はい、これをまず体を使うってなると、皆さんもこうなってこっちにボールが飛んでっちゃう。大体はこうみんなこうやって投げるね。でもこれって結局起き上がってるし、これがまあスライスの原因の一つにもなるんですけど、ボディーターンって言われてやっちゃうのが今のこういう動きなんですけど、皆さんにやってもらいたいものは、はい、スライスを直したいので、ここからここに落とす、真下にクラブを落とすと勝手にクラブが反動で返るので、結局これでじゃあクラブ振ってください、クラブと同じように振ってくださいって言って今みたいに開くんですけど、はい、それをこう、まあ、重いボールとか丸いボールでこの真下に落とすことによって、この反動でクラブが返るような勝手にその体を作るというか動きが分かる、状態を開かないようにする意味もありますし、クラブがその無理やり返さなくても返るような感覚 の手の使い方になるので、いい手打ちをするための一つのドリルとしてこれを使えると思う。これを真下に落とすよ。はい。ここで真下、右の真下に落とす。はい。動きを、一つの練習方法として取り入れていただけると、手の使い方もあの自然にできてくると思うので、いいのかなと思います。今あれが皆さんがちょっと開く。しょ。ここから手前に落とすゆえ、落ちたらもうここが開けないから。でもこれ絶対にここに落ちるの嫌がるので、ここまで落とすイメージをしても結局そこで皆さん耐える絶対落とすぐらいのイメージでいくけど、ここで肩がここで落ちたら開かないから、ここを本当1枚のこう 板みたいなイメージをしていただくといいんですけど、この板をじゃあまっすぐ当てるってなったら必ずここに返すじゃない、はい、面を意識してやると、ここに返すにあたってじゃあ皆さんこう返しますかっていう、はあ、でここに戻さなきゃ当たらないので、ここに戻すためにその板をイメージしてもらって、大きな板、まだ本当だからテニスのラケット大きなこうなので打つときに、じゃあこう打ちますよね、うん、この面を大きな面を意識したときに戻すんだったら、ここに戻さなきゃいけない、アドレスをしたところに戻るで、ここに戻すイメージ、じゃあこの面をここに返すときに、こうしたらこんだけ開くわけ、はい、
ここに、ここ返す、ここ、この最初に構えたところに戻すんだったら、これだけ自分で我慢して、クラブを待ってなきゃいけない。で、この、それでもまだ遅れてくるんで、絶対遠心力がかかる。なので、手前で落とすイメージをすると、この面が開かないで当たる。このぐらいこういう落とすイメージしても、やっとここで真ん中に当たる感じなんですね。まっすぐ当たる感じ、はい、になるので、それぐらいだから、この下に落とすというか、早めにこの面を自分でまっすぐ当てたいんだったら、ちょっと早めに意識してこの面を返してあげないと当たる。練習方法の一つとして、家とかでもいいですけど、お家の壁で、じゃあこの壁にまっすぐ構えました。でっからここに当てるときに、壁に向かってこうって打つ人ってあんまりいない。この壁に向かってここにまっすぐ当てる人だと、ほとんどの人は絶対こうちゃんと肩が開かないで入るんですよ。お家の壁を叩きに行くに対して、こうやって当てないじゃないですか皆さん。はい、ここに当てるってなったら絶対にこう、ここに返ってくるじゃないですか自分で。これいいと思いますよ、練習、あのお家でやる方は特に。それはあのバックとか壁とかでもいい。全然別に、正直クラブなくてね、壁に対して押すってなった時に開く方は当たらない、はい、当てに行かないじゃないですか、力も入ってし、はい、当てに行く時には必ず自分の中でこの壁ができるんですよ、左に壁ができるから。はい、気になるんですけど、これに対してこうは当たらない。いこれが大体皆さんがそのコースでやってるミス、スライスをする方のミスなので、こうやってるので、この壁に対して自分の手がこう当たるってなると、この左肩が上がらず、ちゃんとしっかりボールを捉える体勢を整えた状態で打てるので、これはぜひ、あの別に練習場に行かなくてもお家でもできるものなの。はい、はい、共闘の14本を紹介したいと思います。まずはドライバーです。2022年度から使ってるピンさんのドライバーです。で、もう2022年度から使わせていただいてますヤマハさんのスプーンになります。で、2023年夏から使ってます、ピンのユーティリティの3番と4番で、アイアンはちょっと私が待ちに待ったアイアンでして、ちょっとキャロウェイさんの、これのこのモデルの前の前のモデルがすごい好きで、あずっと使ってたんですけど、やっとその後の光景が現れまして、もうすぐに買いさせていただきました。それが5番アイアンから入ってまして、ピッチングまで入ってます。で、ウェッジが、50度、54度、56度と3本体制になってまして、56度はちょっとあの56度書いてあるんですけど、ちょっとこだわりがあって、はい、それを少しロフトをちょっといじらせていただいて、まあ、うまく3本で100ヤード以内を、ちょっと私は100ヤード以内が苦手なので、100ヤード以内をそれでカバーしてもらえるようなセッティングになってます。で、最後にかなかな、ロッシーの OG シリーズですね、のホワイトホットバージョンで、これもこだわりのあるパターで、はい、使わせていただいてます。これが私の14本です。で、この14本の、ね、中でも私が一番のクラブは外せないなというクラブは、もうもちろんドライバーです。で、なんでかというと、まあ、もちろんピンさんのこのヘッドも素晴らしいんですけど、その NSプロ日本シャフトさんのこのドライバーのシャフト、カーブのこのシャフトがとっても私の中ではあのすごく良くて、いろんな人にも勧めちゃってますけど、とにかく曲がり幅が少ないので本当にあのおすすめしてます。で、試合でやっぱり緊張した時にでも自分の思ったショットが出てくれるので、本当にあの頼りにしてる一品です。
いい球が出るので、安定した球が出るので、ここは打ち込むっていうよりも払って打つイメージで、手よりもヘッドの方が高くあるので、この位置をずっともうこのクラブは外せないなっていう感じがあります。ユーティリティは外せないかなと思います。本当6の代わりに7ユーも入れる時があるぐらい、結構ユーティリティは好きですね。教えて女子プロ先生。